前もって授業のプランを作成し、予約投稿する手順を説明します。教師画面で授業をクリック、作成をクリック、課題をクリック、タイトルを入力して授業の流れを入力。割り当ての右にある下向きの三角をクリック。予定を設定をクリック。課題を配信する日時を入力。予定を設定をクリック。これで課題の投稿が予約されました。投稿されるまでは課題はグレーアウトされています。子どもたちの画面にも表示されません。予定された日時になると課題が投稿されます。予約投稿が成功すると子どもたちの画面に課題が表示されます。教師画面ではグレーアウトしていた課題が濃く表示されます。たくさんの授業を前もって投稿してしまうと子どもたちが授業を見つけるのに苦労します。予約投稿をうまく使ってその日に必要な授業が適切に投稿されるようにしましょう。ただし予約投稿は投稿時刻を設定しても5分程度の誤差が発生します。各授業の直前に配信されるような細かな設定よりも朝子どもたちが投稿してくるタイミングで1日分の授業が投稿されるようにするのがベターな使い方だと私は思っています。超絶簡単です。